8月6日の原爆の日、原爆ドームの前には福島の人たちの姿がありました。黙祷。広島への旅を呼びかけたのは黒田レオンさん。6歳の時、爆心地からおよそ2キロにあった自宅で被爆しました。この川のあたりにもう死体がもうとにかく水の水面が見えないほど死体が浮かんでたり、馬の死体が浮かんでたり、それから瓦礫が浮かんでたりで、あの日をやっぱりこの時期になると思い出してしまうんですね。でやっぱり二度と繰り返してはならないぞという思いがします。3つの原発が同時にメルトダウンした福島原発事故、黒田さんは大きなショックを受けました。核被害の悲惨な現実を知っている被爆者が原子力の平和利用に対し鋭く反応できなかった、そんな思いを抱えながら福島の人たちを支援してきました。私の中にもう福島のあの事故は私たちのせいでもあるという思いがあったんですね。ずっとあったんです。で、それをどこかでいい形に結びつけていかなきゃならないんだ、広島と福島はつながらなければならないという思いでいました。黒田さんは今、福島原発事故の影響を受けた人たちも自分たちと同様に被爆者健康手帳が支給されるべきだと考えています。少なくとも今の広島と長崎の被爆者が受けている水準を下回らない水準の医療の保障があるべきだ、そう思いますよね。世界のすべての核事故、核被害というものが一つにつながっているんだ。で、みんな個別ではない。で、一つの大きな核廃絶に向けてみんなが力を合わせなければならないんだということを強く訴えていきたいと思っています。前日、黒田さんは世界遺産となった宮島の町で集会を開き、ある人をゲストに招きました。4歳の時、黒い雨を浴びた高藤誠二さん。政府は今も黒い雨が降った一部の地域にしか被爆を認めていないため、被爆者健康手帳を受けることができません。私の家はこの辺です。このため健康診断や医療支援も一度も受けられずにいます。空が曇って新聞紙とか紙が飛んできた、焼け焦げた紙もあったんですね。それで灰も降ってきた。で、隣の寺本さんというのは、広和さんという人はいよいようちの近くなんですが、ちょうど小学校3年生で落ちてくるものが嬉しくって、弟と2人で走って拾って歩いた。ほいでその後黒い雨が降って、ドロッとした黒い雨でシャツが黒くなったんですね。その後急に学校行くのにだるくってだるくって、それで風邪ひいたような状態で
でお母さんはよもぎとか徳田味噌を煎じたり湿布してくれるんですが、学校行く時には日本テレビをこう巻いてね、それで行くんですが、体がだるくってどういうんですか、まともに授業を受けれない。で保健室にしょっちゅう行く。働き出しても1週間が続かないんですね。3日ぐらい行ったらあんたは休まんとやれんよ。だから仕事も点々と変わるから一つとしてうまくいかない。アメリカや日本政府を呪いながら結局死んでしまう。国は内部被曝を認めていない。これ内部被曝をね、この前言われたんです。黒い目がしっかりせんから内部被曝を認めさせていないから福島にもいいこと言ったのって言ってね。確かにそうです。これは黒い雨の証言集です。高藤さんはこれまで多くの被害者から聞き取りを重ねてきました。きっかけは15年前、ある同級生の相談が始まりでした。どうもうちの辺はおかしい、原因不明で亡くなる人がおるんだけど何人もいるからどうしたらいいかねいう相談を受けたんですね。それは黒雨が降ったから、それが原因で病気になってるんじゃないの言うんで、まずほいじゃあ訪ねていこういうので二人で訪問したんですね。すると不適されたようで、もう満足に出てきて話をしてくれてないんです。でもう先が見えとるけ何もしとうないけ帰ってくれって言われてね。で非常にどういうんですか、人に周りの人に迷惑をかけたくないという気持ちがすごく強くって、病気になったのは自分の責任だと思ってるんですね。それで私はそういう一件じゃない何件もあるので、これは放置できないと思って、黒い雨の会という会をこの周りで実践しようじゃないかというので、1年ぐらい調査して結成大会を持ったんです。その時、結成大会には200、300人近く来てね、自分はどこで黒い雨にあってどういうふうな状況だった、それから病気がいっぱいこう出て現れて、いうことをね、みんなが堂々と言い出したんです。一人が言ったら席を切ったように何人も言って、その時非常に思ったんです。被災した人は一人ぼっちだったらだんだんこう尻込んで全て自己責任になっちゃうんですね。それで周りに迷惑かけたらいけないというので、結局外からも出ないし死ぬのを待つ、そういう死を待つような人が何もせんかったら出てくる。ありがとうございます。原爆投下から70年経った今年、高藤さんたちはようやく裁判を提起しようとしています。原爆の日の午後、黒田さんたちが足を運んだのは放射線影響研究所です。前身は原子爆弾の威力などを調べるためにアメリカが設置した ABCC、 今も日米合同の研究機関です。福島原発事故後、しきりに持ち出される ICRP などの安全基準は ABCC から引き継がれた
50年以上にもわたる広島と長崎の被爆者12万人の寿命調査の結果が元となっています。原爆の日にあたる8月6日は年に一度のオープンデー。建物内部を自由に見学することができます。細胞が入った培養液が入っています。それを凍らせてありますから、ちょっと凍った状態で保存してあります。被爆者で放射線によってかかりやすくなっている病気の多くは、年を取ったらかかりやすくなる病気なんですね。例えばがんとか心臓疾患で、年を取ったらなぜそういう病気にかかりやすくなるか、で一番関係してるんじゃないかなと思われるのは免疫なんですよね。福島原発事故後、放射線による健康影響に関して様々な専門家会議で委員をしていた丹羽大鶴さんが今年、放射線影響研究所の理事長に就任しました。黒田さんは理事長との面会を求めましたが、実現しませんでした。この中では私が一人広島の被爆者でして、授業中の小学校にノックもしないでドアをドーンと開けて入ってきて、授業を受けている私の両脇に MP が、武装した MP が立ってですね、で小学生の私に向かって、これが私が最初に覚えた英語なんですが、スタンダップっていう、そしてフォローミーっていう、でここに連れてこられて、あとはナスが守って、私たちの身近で次から次へと人が亡くなっていく、亡くなっていった途端に親戚が駆けつけるよりも先に ABCC が駆けつける、で亡くなった遺体を運び去られて解剖されて内臓がなくなって帰ってくるということを、私たちは日常生活の中でずっと経験してきたんですね。私自身の調査の情報ですとか結果ですとかは、私たちも知る権利があるだろう、少なくともそれぐらいの権利はあるだろうということで、これ申し出ましたけども、受け付けてももらえない、とうとう放映権になったらアメリカ政府に言ってください、でここの受付でそう言うんですよ。それは私たちの範疇ではない、手元には資料がない、アメリカ政府に言ってください。アメリカ政府に何回も言いました。一回も返事さえも返ってきたことは、一体 ABCC 現放映権というものは誰の味方ですか、誰のためにあの膨大な資料を活用しているのか、少なくとも私たちはここにいる福島県民のために最大限に活用してほしいという願いを持ってここにやってまいりました。集められた健康に関わる数値ですね、それをその放射線の被爆線量と、統計的に関係づけて分析をいたしまして、それで放射線リスクと、この100ミリシーベルトでどういうふうに病気が増えるとかですね、これが500だったらどれぐらい増えるとか、そういった科学的な解析をやっております。内部被爆も含めて、はい、統計的な解析をするという場合にですね、データが必要なんですね。で原爆の場合、原爆からどれぐらいの放射線が放たれたということに関しては、その原爆のデータがございます。でそちらの方から何て言うんでしょうかね、その遠液的にといいますかね、この地表面ではこれぐらいの放射線がを浴びることになるとかですね、そういった推定が可能である。で他方でその
放射性物質によって起こるその、まあ、外部被ばくとか、それからあるいは呼吸とか食物を取り入れることによって起こる内部被ばくとか、まあ、そういったものは考えられるんですけども、データが不足している。結局のところどういうふうにやってるかというと、ここの放射線リスクを計算する場合に、原爆から直接受けた放射線、それとそれからその病気の起こり方ですとか、そういった関係を見ておきます。はい、その確認をしたかったんです。はい、その通り。5年後からのデータを取られてるんですよね。おっしゃってるのは、1950年のその死亡データのことをおっしゃってるんだと思いますね。死亡原因のデータですね。5年間のうちに死んだ方はどうなってしまうんですか。それは入ってますか。それは入れられませんね。じゃあ完璧じゃないですよね。はい、完璧ではありません。開示していただきたいという膨大な資料、情報というのは、実は生の資料を公開してほしい。やっぱり核を進めるということについては、何か大きな目的や大きな利益がその裏にあって、で多くの人々には知り得ないところで核というものがなければならない人たちがいる。その人たちは自分たちに都合の悪いことはできるだけ隠しておこうと、言わないでおこうと、人の目に触れないようにしようということで言えば、70年も経てもう隠しておけない、もういっぱいそれが現れた、こんなことを繰り返してはならないということに今なってるかなと。で、非常にせめぎ合いの時になってきてるという感じがします。原爆の日の碑文に、過ちは繰り返しませんからというふうに書いてありますね。あれをお書きになった雑賀先生という広島大学の先生なんですけど、その人は私たちのすぐ近所に住んでるんで、で、その後、過ちは繰り返しませぬからという文言に対してだいぶ批判もあったんですね。繰り返させないというのが正しいではないかという。でも私と小学校に上がったばっかりの私と雑賀先生とで、いや違うよな、これは全人類の責任なんだよなって言って語り合ったことも、今ずっと前に亡くなりましたから、それをこの日が来るといつも思い出します。